広報岐阜、2018年7月1日号。梅雨の蒸し暑さによって体力の低下が心配されるこの頃。皆様、お元気でいらっしゃいますかでは、内容をご紹介しましょう。空き家総合窓口を開設。空き家総合窓口を開設。空き家に関する相談をお受けします。 岐阜市空き家等対策計画を策定。お知らせ。身体障害者手帳、視覚障害者の認定基準が変更。障害のある人が受けられる手当。その他。案内。熱中症にご注意を。食中毒にご注意を。などのご案内。 以上です。空き家総合窓口を開設。所有者、地域の皆さんから空き家に関する相談をお受けします。適切に管理が行われていない空き家は、防災、衛生、景観などに深刻な影響を及ぼすことがあります。近年、このような空き家が全国的に増加し、問題が表面化しています。 空き家は所有者、地域の住民など立場によって抱える問題が違い、悩みも様々です。こうした問題に対応するため、市役所南庁舎1階に空き家総合窓口を開設しています。空き家の管理や活用を考えている所有者、近隣の空き家でお困りの人など、 空き家に関する相談を総合的に受け付けていますので、ぜひご活用ください。問い合わせ先、町づくり警官課、電話番号214-2258、空き家総合窓口を開設、空き家に関する相談をお受けします。空き家総合窓口、 電話番号214-2258南庁舎1階町づくり警官課内所有者の皆さんから空き家に関する相談を受け付けます遠方に住んでいる管理業者を教えてほしい空き家を売りたい貸したい空き家を取り壊したい あの空き家を使いたい。空き家の専門家へ引き継ぎます。地域の皆さんから、管理不全な空き家などの情報を収集します。倒壊の恐れのある空き家がある。隣の空き家に大量のゴミがある。あの空き家は草木が茂り、道路に倒れそうだ。周辺の景観を損ねている空き家がある。 状況に応じ、関係化につないで対応します。建物の維持管理は所有者の責務です。適切に管理しましょう。空き家が原因で他人が怪我などをした場合、管理者責任が問われることもあります。岐阜市空き家等対策計画を策定。地域の人口減少や、 建築物の老朽化などにより、近年全国的に問題となっている空き家の増加への対策を総合的かつ計画的に進めていきます。詳しくは市ホームページをご覧ください。方針1適正管理の促進居住者がいる段階から空き家の適正管理について広く意識啓発します。 広報誌などで適正管理を周知・啓発、空き家総合窓口を設置、民間管理サービスの情報を提供など、方針2、流通・活用の促進、専門家と連携して、空き家の流通・活用を促進する施策を実施し、空き家の増加を抑制します。 専門家と連携した空き家相談会の開催、専門家と連携した不動産相談会の開催、空き家バンクの活用の検討など、方針3、管理不全な空き家への対応の促進、管理不全状態にある空き家の所有者等に対し、改善に向けた働きかけなどを行います。 所有者等への告知改善の働きかけ、条例に基づく緊急安全代行措置の実施、特措法に基づく特定空き家等への措置の実施など、問い合わせ先、ちづくり景観課電話番号214-2258、定期的な 空き地の除草と管理を住宅地で空き地に雑草が生い茂ると害虫が発生するなど近隣の皆さんの迷惑となります特にこれからの時期土地の所有者や管理者は責任を持って管理してください管理方法定期的に刈り取りを行い除草後の草はそのまま放置しない 暴走シートを活用する。やむを得ず除草剤を使用する際は近隣への周知と飛散防止の配慮をする。問い合わせ先保健所生活衛生課電話番号252-7195。農地の管理を忘れずに。 農地を管理せずに放置すると、雑器や雑草が繁茂し、病害虫や野生鳥獣による農作物への被害の原因となるほか、ゴミの不法投棄や火災などが発生する恐れもあります。付近の工作者や住民の皆さんに迷惑をかけることになりますので、定期的な草刈りなどの管理をお願いします。問い合わせ先。 農林園芸課、電話番号214-2079農業委員会事務局、電話番号214-2074お知らせ。まずはじめに、7月1日から身体障害者手帳、視覚障害の認定基準が変更。 平成30年7月1日以降に作成の診断書、意見書を添付した申請から新たな認定基準の対象となります。詳しくはお問い合わせください。変更内容1、視力障害両眼の視力の合計ではなく、良い方の目の視力で認定 2. 視野障害。ゴールドマン型視野系による認定基準に加え、自動視野系も認定可能となり、視野角度、視認点数をもとに認定。問い合わせ先、障害福祉課、電話214-2135番、ックス2 6 5 2 1 3 5 7613番です次は障害のある人が受けられる手当重度の障害のある人を対象特別障害者手当身体知的精神に著しく重度の障害があり日常生活で常時特別な介護を必要とする 20歳以上の在宅の人に支給します原則各手帳の1級程度の障害があり寝たきりなど特に重度の人が対象です障害児福祉手当身体知的精神に重度の障害がある20歳未満の在宅の人に支給します原則 各手帳の一級程度の障害があり、日常生活で常時介護を必要とする人が対象です。障害のある人の養育者を対象、特別児童扶養手当、身体、知的、精神に重度以上の障害がある在宅の 20歳未満の人を養育している場合に支給します。原則、各手帳所持者で日常生活で著しい制限を受ける人が対象です。いずれも認定基準や所得制限などの受給要件がありますので、詳しくはお問い合わせください。 問い合わせ先障害福祉課電話214-2135番ファクス265-7613番です次は障害基礎年金を受けている皆さんへ受給権者所得状況届の提出を 20歳前の障害による障害基礎年金や障害福祉年金から切り替わった障害基礎年金を受けている人には7月上旬に日本年金機構から受給権者所得状況届け、はがきが送付されますので記入し提出してください。なお、 診断書の提出が必要な人は、障害状態確認届、受給権者所得状況届が送付されますので、7月中に医師の診断を受け、切り離さずに提出してください。期限までに提出されない場合や、未申告などで所得状況の確認ができない場合は、 年金の支払い、10月支払い分からが一時止まりますので、早めの提出申告をお願いします。提出期限、7月31日火曜日、提出場所、国保年金課、本庁舎構想部2階、各事務所、各事務所での受付は、 午前9時30分から午後4時15分。問い合わせ先、国保年金課電話214-2086番。岐阜北年金事務所294-6364番。岐阜南年金事務所273-6161番です。 次は税、料金などの取扱金融機関の指定解除。市の収納代理金融機関である株式会社第三銀行での税、料金などの納付が岐阜支店の閉店により8月31日金曜日をもってできなくなります。9月3日月曜日以降は 納入通知書などに記載してある他の金融機関をご利用ください。また、口座振替に株式会社第三銀行を指定している場合は、口座振替の変更手続きが必要です。問い合わせ先、財政課、電話26 5、265-3892番です。 次は、7月14日土曜日から16日月曜日祝日、ステーションプラザ休業。7月14日土曜日、コンビニ交付サービス休止。システム更新のため、ステーションプラザを休業。 マイナンバーカードでの証明書コンビニ交付サービスを休止します。ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。休業休止日時、ステーションプラザ、7月14日土曜日、15日日曜日、16日月曜日祝日の終日、 コンビニ交付サービス、7月14日土曜日の終日。自動交付機は通常通り利用できます。次は、9月末に自動交付機を廃止します。コンビニ交付サービスの拡大に伴い、9月末にすべての自動交付機、本庁舎1、 外・北部事務所を廃止します。寄付市民カードは窓口での印鑑登録証明書の請求や会員などの際に必要となりますので大切に保管してください。誤って破棄、紛失した場合は再交付の手続きが必要です。コンビニ交付サービスの利用には マイナンバーカードと暗証番号が必要です。問い合わせ先、市民課、電話21、214-6175番です。次は、8月診療分から70歳以上、65歳以上の人で障害認定を受けて、 後期高齢者医療制度に加入している人も対象です。の人の高額療養費の自己負担限度額が変わります。8月診療分から自己負担限度額が口述の通り一部変更されます。平成30年8月診療分から 現役並み所得区分1、2の人が医療機関の窓口で自己負担限度額の適用を受けるには限度額適用認定証の申請が必要です。住民税非課税世帯の人は限度額適用標準負担額減額認定証の申請が 引き続き必要です。平成29年8月から平成30年7月までの70歳以上の人の自己負担限度額。住民税、課税世帯、現役並み所得、1ヶ月の自己負担限度額、外来、1人当たり57,600円。 外来プラス入院、世帯単位。3回目まで8万100円。総医療費が26万7000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算。4回目から、同一世帯で診療を受けた月、その月を含む、以前12ヶ月に、 3回以上高額療養費の支給を受けた場合、4回目から適用される限度額です。44,400円。住民税課税世帯一般。1ヶ月の自己負担限度額。外来1人当たり14,000円。年間上限。 14万4千円。8月から翌年7月までの1年間の自己負担金額の上限です。外来プラス入院世帯単位3回目まで5万7600千円。4回目から4万4400千円。 住民税非課税世帯21ヶ月の自己負担限度額外来1人当たり8000円外来プラス入院世帯単位24600円住民税非課税世帯11ヶ月の 自己負担限度額外来一人当たり8000円外来プラス入院世帯単位1万5000円平成30年8月からの70歳以上の人の自己負担限度額住民税課税世帯 現役並所得3住民税課税所得690万円以上1ヶ月の自己負担限度額外来1人当たり外来プラス入院世帯単位3回目まで25万2600円総医療費が 84万2000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算。4回目から、同一世帯で診療を受けた月、その月を含む、以前12ヶ月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合、4回目から適用される限度額です。 14万100円。住民税課税世帯、現役並所得2。住民税課税所得380万円以上。1ヶ月の自己負担限度額、外来1人当たり、外来プラス入院世帯単位、3回目まで、 16万7400円。総医療費が55万8000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算。4回目から、10万3000円。住民税課税世帯。現役並み所得。1、住民税課税所得。 145万円以上。1ヶ月の自己負担限度額。外来1人当たり。外来プラス入院。世帯単位。3回目まで。8万100円。総医療費が26万7000円を超えた場合は、 超えた分の1%を加算4回目から44,400円現役並み所得区分1、2の人は新たに限度額適用認定証の申請が必要です住民税課税世帯一般 1>, 1ヶ月の自己負担限度額。外来一人当たり1万8千円。年間上限14万4千円。8月から翌年7月までの1年間の自己負担金額の上限です。外来プラス入院。世帯単位。3回目まで。 5万7600円4回目から4万4400円住民税非課税世帯21ヶ月の自己負担限度額外来1人当たり8000円外来プラス入院世帯単位2万4600円 住民税非課税世帯11ヶ月の自己負担限度額外来1人当たり8000円外来プラス入院世帯単位1万5000円70歳以上の住民税非課税世帯の人70歳未満の人の 自己負担限度額に変更はありません。問い合わせ先、国保年金課電話214-2083番、福祉医療課電話214-2128番です。次は、8月から工学医療、 高額介護合算療養費制度の自己負担限度額が変わります。高額医療、高額介護合算療養費制度とは、後期高齢者、被保険者が医療にかかり、また介護サービスを並行して受け、それぞれ1年間、8月1日から翌、 7月31日に自己負担した合計額、高額療養費や高額介護サービス費などで支給された額を除くが世帯単位の算定基準額を超える場合に市へ申請して岐阜県後期高齢者医療広域連合が認めると 算定基準額を超えた分が支給される制度です。8月より算定基準額が変更されます。所得区分、算定基準額の順に読みます。所得区分、現役並み所得者、3、課税所得690万円以上、 算定基準額212万円2課税所得380万円以上141万円1課税所得145万円以上67万円一般公述の区分12 以外、56万円、区分2、世帯全員が住民税非課税者で所得がある。31万円、区分1、世帯全員が住民税非課税者で所得が0円。19万円、同一世帯内で複数の利用者が 介護サービスを受けている場合は31万円です。医療費または介護サービス費のどちらかの自己負担金が0円の場合、計算結果が500円以下の場合は支給されません。問い合わせ先、福祉医療課、電話214-2128番、 介護保険課電話214-2092番です。次は後期高齢者医療制度に加入の皆さんへ保険料額決定通知書をお送りします。今年度の保険料額が決定しました。保険料は 被保険者全員が等しく負担する均等割額と被保険者の所得に応じて負担する所得割額の合計となります。今年度の保険料は平成29年中の所得をもとに個人単位で計算されます。5月末までに岐阜県の後期高齢者医療制度の 被保険者になられた人へ、7月13日金曜日に保険料額決定通知書を発送する予定です。保険料額や納付方法を記載していますので、ご確認ください。今年度の保険料額の決定方法、今年度の保険料、限度額、年額、 62万円、100円未満は切り捨て、イコール、均等割額、被保険者、1人当たり、4万1214円、プラス、所得割額、被保険者の所得、総所得金額等、マイナス、基礎控除額33万円、かける、 所得割率7.75%保険料の軽減措置について1、均等割額の軽減、軽減割合、世帯、被保険者、世帯主の平成29年中の総所得金額等の合計額の順に読みます。 9割軽減。基礎控除額33万円以下の世帯で、世帯内の非保険者全員の所得が0円となる人。年金所得は、年金収入引く80万円で計算。特別控除15万円の適用はありません。8.5割軽減。 基礎控除額33万円以下の世帯5割軽減基礎控除額33万円足す27万5000円かける世帯の非保険者数以下の世帯2割軽減基礎控除額33万円足す50万円かける 世帯の被保険者数以下の世帯軽減判定時の総所得金額等は各収入から必要経費や控除額を差し引いた所得金額の合計額となりますただし上渡所得は特別控除前の額となるほか事業先住者控除の適用はなく 先住者給与額は事業主の所得に合算されます。また、年金所得は9割軽減判定時を除き、年金収入から公的年金等控除額と特別控除額15万円、65歳以上の人のみ適用を差し引いた額です。軽減判定日は、 4月1日、または資格を取得した日です。2、所得割額の軽減廃止について、所得割額を負担する人のうち、基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の人に適用されていた所得割額の2割軽減措置は、 平成30年度に廃止となります。3. 被用者保険。協会憲法、健康保険組合、専任保険、共済組合の公的医療保険の総称、国民健康保険、国民健康保険組合は含まれません。の、被扶用者であった人、 所得割額の負担はなく、均等割額が5割軽減されます。なお、1で9割軽減、または8.5割軽減にも該当する人は5割軽減ではなく、いずれか大きい軽減が適用されます。保険料の支払いが困難な場合、 失業や災害などで保険料の支払いが困難な場合はお早めにご相談ください。保険料の支払いを特別徴収、年金による納付から口座振替えに変更できます。詳しくはお問い合わせください。8月から 後期高齢者医療被保険者証が変わります。後期高齢者医療被保険者証は、市に住民登録がある75歳以上の人と、65歳以上、74歳以下で一定の障害があり、後期高齢者医療制度に加入している人に交付されます。 現在お持ちの保険証の有効期限は7月31日です。8月1日からは7月中にお送りする新しい保険証をご使用ください。現在の薄い青色から薄い緑色に変わります。問い合わせ先、福祉医療課、電話214の 2128番です。次は、8月から介護保険サービスを利用した際の一部の人の負担が変更になります。一定以上の年金収入や所得がある人は、サービス利用時の負担割合が3割になります。 これまでは年金収入や所得に応じて1割または2割としていましたが8月からは2割負担者のうち現役並みの所得がある人単身で年金収入のみの場合は344万円以上に相当の負担割合が3割となります要介護 要支援、事業対象者、認定を受けている人へ、7月下旬に負担割合証を郵送します。負担割合を確認の上、サービスを利用する事業所や施設に提示してください。詳しくは、同封の案内をご確認ください。問い合わせ先、介護保険課 電話214-2092番です。案内熱中症にご注意を。7月は熱中症予防強化月間。熱中症は気温などの環境条件だけでなく、体調や暑さに慣れていないことなどが影響して起こります。特に梅雨明けの蒸し暑く急に暑くなる7月は、 例年、熱中症による救急搬送者数や死亡者数が急増します。子供や高齢者、持病のある人は特に注意が必要です。熱中症を正しく理解し、予防に努めましょう。主な症状、めまい、立ちくらみ、手足のしびれ、筋肉のこむら返り、頭痛、吐き気、 だるさ、体に力が入らない重症になると意識がない呼びかけに対し返事がおかしい痙攣、体が熱いなど熱中症の予防方法喉の渇きを感じなくてもこまめに水分を取るエアコン扇風機すだれなどを利用し室内の温度を調節する 室内でも熱中症になる場合があります。通気性の良い服を着ることや保冷剤などで体を冷やすことにより体に熱がこもらないようにする。外出時には帽子や日傘を利用し日差しを避ける。こまめに休憩をとる。気温や湿度を意識する。熱中症の発生しやすさを示す暑さ指数は 環境省ホームページで公開しているほか、メール配信サービスも行っています。熱中症が疑われるときは、涼しい場所に避難する、衣服を緩め体を冷やす、水分・塩分を補給する、なお、自力で水が飲めない、意識がない、呼びかけに対し返事がおかしい場合は、救急車を呼びましょう。 問い合わせ先は、健康増進課、電話番号252-7193番、中市民健康センター252-0632番、南市民健康センター271-8010番、北市民健康センター232-7681番です。 食中毒にご注意を食中毒の発生しやすい季節です食品を取り扱う時には食中毒予防の三原則を守り食中毒を防ぎましょう食中毒予防の三原則1、菌をつけない手には見えない汚れや菌がたくさん付着しているためトイレの後 調理の前には必ず手を洗う。包丁やまな板などの調理器具を使った後はよく洗浄・消毒する。二、菌を増やさない。菌は常温で増殖するため、食材や調理済みの食品はすぐに冷蔵庫などで保管する。三、菌をやっつける。サラダなど、 生で食べる野菜は流水でよく洗浄するほとんどの菌は加熱することで死滅するため肉などを加熱調理するときは中心部まで十分に加熱する問い合わせ先は保健所食品衛生課電話番号252-7194番です 花火大会の場所取りはご遠慮ください。ブルーシートなどを使った場所取りは公園や河川敷の利用者に危険を及ぼします。特に花火大会の運営、公園管理、河川管理に支障をきたす場合には撤去することがあります。モラルとマナーを守って楽しく花火を鑑賞しましょう。問い合わせ先は 公園管理について、公園整備課、電話番号214-2182番、花火大会の運営について、中日新聞、岐阜新聞、0505548-8686番、ハローダイヤル。河川管理について、国土交通省木曽川上流河川事務所、 長良川第一出張所番です。献血にご協力ください「救いたいあなたの未来私から」「平成30年度兵庫。献血でかけがえのない命が救われています」「あなたの献血をお待ちしています」 献血場所、受付日時の順に読みます。赤鍋献血ルーム、赤鍋中島2-10、電話番号272-6911番、日曜日を除く毎日、8時30分から12時、13時から16時30分、全血献血は、 400ml 献血のみ受け付けます新岐阜献血ルーム長住町2-3岐阜ビル5階電話番号264-2122番金曜日を除く毎日前血10時30分から12時30分13時30分から18時成分 10時30分から11時45分13時30分から17時30分移動バスはマーサー21とカラフルタウン岐阜などに出向きます日程は赤鍋献血ルームへサイレンが聞こえたら命を守る行動を岐阜市では 緊急的に命を守る行動が必要な場合に、防災行政無線の音声放送の前にサイレンを鳴らします。サイレンが聞こえたら、放送内容に注意するとともに、テレビなどで状況を確認し、必要な時は命を守る行動をとってください。サイレンを使用する場合、1、土砂災害の恐れがある場合に、 避難勧告、指示を発令する。2、洪水などの際に避難指示を発令する。サイレンのパターン。60秒睡眠、5秒休止、60秒睡眠、音声放送となります。防災行政無線テレホンサービスを利用してください。24時間以内に放送された内容を 確認することができます。電話番号0800-200-6931番通話料無料携帯電話利用は不可となります。電話番号267-5010番通話料有料となります。問い合わせは防災対策課電話番号 267-4763番です。岐阜城パノラマ夜景。岐阜城天守閣から望む眼下に広がる街のきらめき。期間限定で岐阜城と金華山ロープウェイの営業時間を延長します。岐阜城天守閣から一望できる岐阜のパノラマ夜景を楽しんでみませんか 期間7月14日土曜日から8月31日金曜日の毎日午後10時まで9月1日土曜日から10月14日日曜日の土曜日日曜日祝日の午後9時30分まで12月22日土曜日23日日曜日 24日月曜日休日の午後8時30分まで。料金、岐阜城、大人、16歳から200円、子供、4歳から15歳、100円。ロープウェイ、大人、12歳から900円、子供、4歳から11歳、450円。午後6時以降の 夜間往復割引運賃です。問い合わせ先は、観光コンベンション課、電話番号265-3984番です。長良川国際会議場市民触れ合い事業、野村万歳狂言の現在2018、日時10月8日月曜日祝日、 午後1時開演場所長良川国際会議場メインホール長良福光2695-2テレビや映画でも活躍する野村萬斎と息子勇気による狂言の世界をお届けします。狂言の楽しみ方や演目の見どころなどのトークもあり初めての人でも楽しめます。 演目、野村万歳によるトーク、下牛二王。料金、全席指定席、S 席5000円、A 席車椅子席4000円、前売り当日とも。なお、25歳以下の学生対象の学割は、各席1000円引きとなります。 未就学時の入場は不可となります。前売り日時場所7月11日水曜日午前9時から長良川国際会議場午前10時からチケットピア P コード487-110で発売開始1人1回6枚まで 翌12日木曜日午前9時から長良川国際会議場での電話予約も開始。学割、車椅子席をお求めの場合は長良川国際会議場へお問い合わせください。問い合わせ先は長良川国際会議場電話番号296-1200番。 なお駐車場が十分にありませんので公共交通機関をご利用ください長良川祭り愛を弔い船の航行や川で遊ぶ人たちの安全風水害からの安全を祈願します期日は7月16日月曜日祝日場所は長良西鵜飼新明神社 長良川うかいミュージアム交流体験広場ほか、時間と内容は次の通りです。午後2時から歩くよう。午後4時からと5時30分から、長賃舟出船。乗船は小学生以下とその保護者に限る。午後5時からビンゴゲーム。午後6時から盆踊り大会。午後8時30分ごろ。 迂回終了後、打ち上げ花火。なお、天候により変更の場合があります。問い合わせ先は、公益財団法人、岐阜観光コンベンション協会。電話番号26、266-5588番。青少年の飛行、被害防止と保護の徹底を。岐阜市青少年育成市民会議では、7月を、 青少年のための良い環境づくり運動を協調月間とし、青少年の飛行・被害に対する共通の理解と認識を深め、各種活動への積極的な参加と日常的な行動を促進し、青少年の飛行・被害防止と保護の徹底を図ります。問い合わせ先は、青少年教育課、電話番号214-2367番。 岐阜市科学館夏の特別展アリスの不思議体験ツアー鏡の国へ期間は7月28日土曜日から9月2日日曜日まで期間中休館日なし午前9時30分から午後5時30分まで入館は午後5時まで今年の夏の特別展はアリスの不思議体験ツアー 鏡の国へを開催。鏡と錯覚をモチーフにした不思議体験展示により人間の感覚を惑わす現象を体験できます。観覧料。高校生以上700円。小中学生500円。3歳以上の幼児300円。なお、前売りは高校生以上600円。小中学生400円。3歳以上の幼児。 250円です7月1日日曜日より、前売り券販売開始。7月27日金曜日まで。科学館岐阜新聞販売店、マーサ21、チケットピア、P コード991-725、ほかで。特別天体観望会、15年ぶりの大接近、火星を見る会。 日時は7月31日火曜日午後8時30分から10時30分まで火星大接近の時には火星が特に明るく大きくなるため観察の大チャンス定員は120人高校生以下は保護者同伴観覧料無料申し込みは7月5日木曜日から18日水曜日失着までに 住所、代表者氏名、振り仮名、電話番号、参加人数、5人まで、大人、高校生、子供、3歳から中学生の各人数を、往復はがき、E メール、懸命に、火星を見る会参加申し込みと明記、または直接、はがきによる返信を希望の場合は、返信用はがきを持参、科学館、 火星を見る会係へ。申し込み者多数の場合は抽選。定員に満たなかった場合は、7月19日木曜日から先着順で受け付けます。共通、場所、問い合わせ先、科学館、郵便番号500-8389、本条3456-41、電話番号 272- 番。e-mail アドレス g c s m 0 0 c c n a i t a i n e j p 岐阜市の電話番号は265-4141ホームページアドレスは http://www.city.jp gifu.lg.jp email ーーアドレスは soudan.city.gifu.gifu.jp です以上で広報岐阜2018年7月1日号を終わります